おはよう諸君、クエクゼロのゲハ戦争に終止符を。世界は XBOX じゃなかった、PlayStation 4。マップはリカバリー。ルールはチームデスマッチ。タクティカルキャンパーとしてね、スナイパーライフル、これは外せません。こいつの練習を今してるんですが、英国をね、つけて戦ってみたいと思います。タクティカルキャンパーなんでね、基本、動きません。もう一度絶対動かないですからね。もう開幕のね、場所からもう動きません。そういった戦い方でやってみたいと思います。いくぞ。こっちか。まず左の橋やな。ここ。あ、当たらん。最後い。顔を出せ。そこにいるのは分かっている。完璧。OK。 右行こう。今日のね、キャンプ場はここです。キャンプ場っすかね。ここでね、OK。 タクティカルキャンプを続けるぞ。で、基本ね、動かないんで、ポイントが稼ぎづらいですが、ありとあらゆる手段を講じて死なない戦いをね、していきたいと思います。こんな味方のボミングラン接近中。今日はこの左が熱い、こういうのはね、乗りましょう。味方が強いんでね。あ、乗れんか。ただで乗ればね、ただでポイントが入りますんで。あれか、こういったね、細かなね、ポイントの積み重ねが、キルストリークにね、つながっていきますので、味方が強いときはどんどん便乗しましょう。ね、うん。でね、この上の高台がね、危ないんで、必ずトラックの影に隠れてください。無理か？まだ来る。OK！ 必ず一点、正面をね、だけをね、フォーカスして、戦えるような位置を取れば、あなたも立派なタクティカルキャンパーだ。まあ簡単に言うと芋なんですけどね。まあいい。ほら、なんか喋りながらでもね、あ、危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。あ、来い。撃ち抜いてやろう。OK、あ、あ、味方があったか。武器を貸しなさい。キャンプ続けるぞ。絶対動かんからね。もうね、絶対ね。あれ、無理か。で、味方がね、近くにいるんでね、リロードの間カバーしてくれます。もちろん反対もありますよ。おいちゃんもカバーすると。で、今日味方が強いんでね、試合展開が非常に早い。特にこのリカバリーというマップはね、後半戦に突入しない。OK！ だからなるべく、キャンプしながらでもポイントを稼ぐことを意識しましょう。来るか？こっちか。友軍のボミングランが接近中。乗れるかな？ボミングランにちょっと乗ってみましょう。OK、乗れた。あー、失敗した。うまい。こういう動きがね、大事なんですよ。ね。動かなくてもね、タクティカルに攻めることはできますからね。もうね、他人のふんどし使おうが何でしょうかね。カチャいいんですよ、カチャね。もう味方がすごい。よし、これ乗ってやろうか、これね。あ、乗れた、乗れた。はい。これもう乗るだけで50点やもんね。で、これオーバードね、見にくい。敵さん、ああ、やってみた。どっから飛んできたんや、これ。奥すぎるやろ。ああ、ただむずね。印つけられないな。はい、だ。OK。ここもいる。よっしゃ。ほら、ね。25点だよ。よーし、ハッキング来た。ハッキングにはね、アシストポイントがトッピングしてありますので、キルストリークがつながることができます。OK。
おー、ほら来た。戦わずしてね、アサルトドローンまで行きましたから、これがね、キャンプの醍醐味ですよね。動いてないでしょ、おじゃんね。よーし、これでぶっ殺しに行こう。どうぞ。おっ、イエーイ、ヤギ後ろ湧いとるやろ、これ。あ、味方か。まだこの辺か。いたな、ほれ。よし、オッケー。おっ、わー、死んでる。さあ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 、どこだどこだ、買ってきなさい。そろそろ後ろか。来た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 。オッケー、オッケー、勝ちました。ラスキルもゲットしたね、これね。まあこんな感じでね、あれ、ああ落とされちゃいましたか。まあね、勝ちましたんで、こんな感じでございました。またね、英国スナイパーを極めて頑張ってみたいと思いますが、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは諸君、また会おう。